こんにちは、セロと申します。今回の動画は明日1月11日メンテナンス後にタレントデザインリセットが有料化になってしまうということで、今回ヒロが現在使っているガチスカ選手育成紹介していくんで、ぜひねリセット前に一度試してみてください。好きな選手見れるようにタイムスタンプも作ってあるんで、ぜひねそちらからも飛んでみてください。それではどうぞ。
はい、ということでこちらが現在プロが使っているガチスカ選手育成でした。もしかしたら抜けてる選手もいるかもしれませんし、気になる選手の育成があったらぜひねコメント欄で質問いただければおすすめ育成お答えするんで、そちらもお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。